はいどうも、男ジェニュータの菊池と申します。さあ今回ね、関西ジャニージュニアについて語りたいなと思います。まあ、今のね感じの環境といえば、リトル関西なにわ男子 A グループ、まあ、この3グループがね、あの感じを引っ張ってるわけなんですけども、まあ、コンサートのねチケットも本当に取れないぐらい今はねもう人気の感じなんですが、まあ、実はですね、この環境に至るまでにもうすごい苦悩時代っていうのがあったんですよね。その時は感じの焼け野原って言われてましたね。それについて語りたいなと思います。まず感じってね、もうすごい環境が変わりやすくて、まあ、2014年頃まではずっと今のねジャニーズ WEST のメンバーが感じを引っ張ってたわけなんですよね。まあでもね、2014年にジャニーズ WEST が華々しくねデビューが決まったということで、まあ、次にねあの感じを引っ張るのは何期の6人って言われてたんですよね。まあ、誰もがねそう思ってた中、まあ、2015年に入ってからねもう次々と、まあ、災難なことが起きまして、まず何期のねメンバーの一人金内斗真くんが退所しちゃうんですよね。ほんで平野翔くんと永瀬廉くんは関西から東京へ行っちゃうんですよね。だから実質ね、この退所と、まあ、東京進出の影響で、まあ、何期メンバー自然消滅っていう形になっちゃうんですよね。だからここら辺からね、あの漢字の主要メンバーが次々と出ていっちゃったんで、まあ、ファンからは漢字の焼け野原って言われるようになるわけです。まあ、本当にねこの時はもう一人一人のね知名度っていうのも結構低かったんですよね。もう今じゃ考えられないんですけど、あの大チューンでさえあんまり知名度もなかったんで、まあ、ファンはみんな心配しましたよね。まあ、この先漢字どうなっていくんやろうっていう。でもねもうさすが漢字なんですよね。まあ、あの残った大中、向井浩二くん、大西流星くん、骨室龍太くん、この4人がねもう感じを引っ張っていくわけになるんですけど、まああのコンサートから映画からね、ショークライン大阪、まあ、何よりこの4人がまずはメインに立つわけなんですよね。そしたらね、あのこの4人だけじゃなくて、まあ、周りの感じのね知名度も上がっていったんですよね。例えばね、なにわ男子の、ミッチー、高橋恭平くん、長尾くん、まあ、この3人シンゴーブラザーズって言われてたんですけど、まあ、この3人のファンもすごいね多くなっていって、で A グループのね小島健くんと正門くん、この2人もねずっと親身組んでたんですけど、まあ、この2人のファンっていうのも増えていったわけなんですよね。まあ、あとは上橋コンビとか末澤くんとかリチャくんとかね、もうどんどんファンが増えていって、まあ本当に漢字復活っていう形になるんですよね。なんやったらね今はもう3グループも出てるし、でメディア出演も半端ないんで、もうなにわ男子に関してはね、もう今までの漢字のグループで、まあ、一番人気なんじゃないかっていうぐらいすごいですからね。本当によく頑張ったなと思いますよね。まあ個人的にはね本当によく乗り越えたなっていうのがまあ感想なんですよね。もうやっぱりね、もうジャニーズ WEST のメンバーって本当長年ずっと感情引っ張ってたわけで、もうイメージがついちゃってたんですよね。もう感情イコールやっぱりあの桐山くんとか仲間くんが引っ張ってたっていう、まあ、そこが抜けちゃったらもうどうなんねやろっていうね、まあ、心配してたんですけど、まあ、本当に大チューンとかエルタゴ上西流星くんね、ほんでその他のね感情のメンバーが頑張ったおかげで、まあ、今の環境があるっていうことなんで、本当にすごいなっていうのを尊敬しかしないですね。ぜひね皆さんの意見とかもお聞かせください。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。